皆さんこんにちは。おっとっとい。お願いします。相手の方は恐怖の救急車の方、早いしだということで、ああそういう感じか、そういう感じね、そういう感じの方ですか。これ角打ちの筋あるんですけど、ちょっと様子見ますか。銀上がって角道止めてきたら右四間飛車、角道止めてこない。角成り同銀角は、角成り同銀角は、歩突きはん、そこで歩突かれて金上がって歩成り同銀角、桂跳ね角成り同金歩、金銀逃げ銀成り同飛車。え、角成り同銀ってどうするんやろ。銀上がってるんで、ここが補強できてるんで、なんかこれ玉がここ、玉が下で銀が下っていう将棋はよくあるんですけど、あー銀か、まあでも銀ならこっちがいいですよね、角なれるんで、うん、これは少なくとも悪くはない、悪くはないはず。あー歩突きで馬の逃げ道を消して、うーん玉寄って駒組みしますか、か馬の安全を確保するのであれば、ここで馬を引いとくのが安全を確保する。なんか銀とかで閉じ込められそうな、次角打たれると閉じ込められるんか、いやどうなんやろう、玉寄って角打って、うーんどうなんでしょう、馬は引いときます、次歩ついて馬の逃げ道を確保するみたいな、ちょっと弱気かな。端歩はまあ無視ですかね。鬼のように渋い、ここでの端歩は。まあ玉囲っていきますか。とりあえずもう馬に満足して、こっちはあとは銀上がって端を補強しながら指していけば悪くはないでしょうと。ああ四間飛車にして、まあどうですかね。とりあえず飛車先の歩伸ばして、まあ金上がってあとは4筋補強して、まあでもこっからな、どう指していくかが結局将棋って難しいよな。5筋つくか、まあ壁銀とりあえず直しとくか、なんかお互い手出しが難しい将棋ですねこれは。5筋つく、なんか5筋ついて銀上がるとなんかこの地点が弱くなるんで、突破されやすそうな感じもしてちょっと嫌なんですけど、まあまあまあ実際問題そんなことはないような気もするので、こんな感じで使っといて、使っといての、銀出ま、銀出ると角打ちの隙ができるんか、いやー銀出たいけどな。馬寄って歩取りを見せると銀まっすぐ上がられた時になんかかえってこっちの飛車先が重くなっちゃってる感じもあるからなんとも言えない。いや何指すんやろ、なんか指し方難しいな、見かけない形なんで指し方難しいっていうのはありますよね。馬寄って銀、馬寄って銀上がって、まあ歩突きと不動馬とかがあるのかそれ、まあそんな感じで指してみるか。でも銀上がって歩に飛車寄られるか、取ったら同銀で、ああそういう感じ。そういう感じ、取って取って同馬、歩叩き同飛車角逃げ角なり押さえて、取って取って同馬、叩いて同飛車角打ち、角打ち浮き剣、同歩同銀歩、銀上がり馬上がり歩同飛車角、いやー分からん、取るかな、取って同銀歩で押さえてどうなんですかね。あ同飛車、同飛車、同飛車大学、歩打ちは、歩打ちはかわすってことか。それがでも馬突っ込みどうなんやろ、7分、馬突っ込み逃げたら歩押さえ、それでまずまずな気もするけど、ちょっとこう馬をぶつけるっていうのがなんかビジュアル的にすごいですけど、これでまあまっすぐ引いてもらって拠点を作っておく。
まあ、次の狙いやるかどうか微妙ですけど、馬で金取って同金なら歩成りみたいな手がありますね。だから歩を、あ、角を打って、ここに歩を打って押さえに来る手だったり、銀を出て馬をいじめる手を狙ってると。いやー、なんか嫌な予感してきた。なんかわからんけど、歩つくと歩打たれて逃げて逃げて結局次取られるから、歩つき同歩、歩歩突き同歩銀、ん、歩突き同歩銀、ん、歩突き同歩歩、歩成り同桂歩逃げ、歩突き同角馬より歩打ち逃げる。それはなんかうるさいかな。まあそれもあるか。でもちょっとなんか大駒近づけて受けようで歩突いてみますか。歩突き同歩、歩突き、あー銀でか。同馬同角、同馬同角2三銀、同馬同角2三銀、同馬同角銀打ち。壊れた機械のように同じことしか言わない。いやー、だって馬逃げると抑えへんもんな。もう行くか。でもな、これ絶対良い子は真似しないでねってやつな気がする。これはせっかくの馬となんか遊びそうな銀を交換してるんで、これは良い子は真似しないでねパターンな気がするけど、大丈夫かな。大丈夫ではない気がするけど、ちょっと他が分かんなかったですね。角打ち、うん、なるほど。嫌ですね。あ、ちょ今立ってるんですけど、体勢が崩れた。飛車浮くと、飛車浮くと角かわし、銀なり角で、飛車浮くか。大丈夫かな。なんか聞かされすぎててすごい怖いんですけど、もう聞かされの人生でやってますけど、いやー、それはまあ飛車取ってどうなんですかね。てかまあもう取るしかないんですけど、出た時に飛車寄れば角のまあ両取り、こっちのまあ角は紐ついてるんであれですけど、まあこれはまあこうなるならリード奪えてるかなって感じはしないでもないけど、難しいか。一応銀得なんで、現状は銀得なんで悪くはないかなと思うんですけど、銀得と言ってもこの成り銀が働いてないんで、まあ何とも言えないところで、まあ飛車打ち下ろして飛車引っ張る手だったり桂取り見せますか。いや、どうなんでしょう。これむしろ飛車取ってもらった方が同桂で働くから、そうですね、飛車を引っ張るとその瞬間に飛車取られて同桂に角逃げられて微妙な気がするから、成り銀で桂馬取っときますか。なんか何指すかが難しい。現状角逃げてくれたら走れるから、そういう手を気にする必要はないかなと。ならまあ桂馬取っとくかな。桂馬取ってくるんですかね。桂馬取られた時に桂の両取りはあるけど、なんかそれを受ける気にはならないよな。まあでも受けないとなると何指すかですけど、まあ香車取るぐらいですか。香車取って、まあ香車取って、まあ玉頭に設置してなんか寄せる手を見せる感じですかね。というかこっちに打たれ、ああそっちに打つ、そっちにあれする。まあこれはもう食いちぎるしかないか、食いちぎるしかないかって、なんか自分のイントネーションじゃない自分のイントネーションじゃないってよく分からんけど、いやなんか形は桂馬に見えるけど、これが次香車打って寄せる手と桂成りからなんか一気に行く手を見せてあれなんですけど、桂馬に桂馬で我慢された時に歩突きの寄せを見せられると、ちょっと香車を打つと、でもそれが狙いがないもんな。まだ香成り同玉で桂馬にまっすぐ引かれて、歩成りからと金を寄せておくのが一番実は早いとか。でもまあそうか、香車先に打たないとちょっと相手の方から香車打つ手とかも出てきちゃうから、まあさ、ここは先着1名様で先に打っとくのがいいかな。まあでもどうやろう、これ3七歩成りとかでパスされた時に
なんか焦らされてる気がするな。いや、序盤相当良かったと思うんですけど、まあ相当ってわけでもないのかな。あー、桂打ちで、いや9六歩の地獄好きって言ってみたいけど、まあ同歩でよくわからんもんな。ここが壁になったんで反対側から攻めたいんですけど、歩ついても同歩で特に攻めがなさそうなんで、いやー、これ歩なるか。でもなって、寄せていったところで何を狙ってるかはちょっとよく分かってないんですけど、とりあえず使っていかないと勝てないんじゃないかっていう、そういう話、そういう話していきますか。なんか角打って、あー、それがきついの。いや、なんかきつそうやん。なんかそれきつそうやん。いや、きつそうやん。いや、そう、いや、ぜっ、いや、あの将棋を負けてしまうのか。あんな土球所に馬を作れても、我は勝てないのか。まあ、桂馬でちょっと金剥がしに行きますか。まあ、言うてまだ難しいか。どうなんやろ、次、と金よりも結構きついんで、この寄りが。手抜きまであるか。あ、手抜きはなかった。と金入って、と金寄って、と金入って、金取って、同金。いや、きつ、そこで一段目打たれて、金詰めろですもんね。どうすんの。あら、と金入って、と金寄ったら、飛車切って、同等に、なんかか、角打ちとか、で、寄りを見せたり。うん、これ、切るしかないんじゃないかな。ちょっと、あれかな、雑かな。で、同とで、ちょっとこう、弱らせて攻めよう。で、角打って、と金取りと、と金寄りをより厳しくして、と金寄って、同金、同桂なり、同金の時に、同角なりを用意しつつ、と金取り。まあ、これで、ちょっと難しいことを祈るしかないか。で、と金寄って。飛車打ち。飛車打ち。いや、あれ、飛車打ち金寄ればいいか。これ金、ここで持ってたら金弾けるんですけど、持ってない、あいにく。まあ、金寄るか。後々ここに金埋めたり、ここに金埋めれば固いことを信じて。まあ、金が取れることはもう確定してるんで、あー。いや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 、それ嫌だね。これどうなってるんやろ。同金ですよね。いや、相手玉硬いな。いや、自信ないのかな、これ。自信ないか。ここでどうするかが難しいもんな。歩打って、我慢しとく。そうやって我慢になってるんかな。角打って、角の物量攻めは、いや、ちょっとすごいダサいけど。これ、1五歩大丈夫かな。1五歩で金取って角取られて。そこで一回馬逃げるしかないよな。多分そうっすよね。強いよ。逃げるしかないんじゃってことか。同銀は同角なりでいいんですけど。まあ逃げて金の張り付き狙うか。金張り付ければ相当ですけど、ここで多分一回受けてくるんですよね。何か。その受けが何かは分かってないんですけど。何かは分かってないけど、何かを受けてくる気がする。竜入りで攻め、あー、いや、そうっすよね。いやー。そうか。手番を握らなくてもそんな感じで指せばいいのか。勉強になるな。いや、激烈に遅いけど、と金作るな。金張り付きとかの方が良かったんかな、今。いや、金張り付きの方が望みあったか。いや、でもそれじゃな。どっちやねんっていう。どっちやねんって話なんですけど。あー、桂馬が痛いの？桂馬もらえるのも大きそうだけど。いやー、まあもう受けてられないか。いやー、受けた方がね、望みあったんかな。桂馬もらって、桂打ちとか見せていきたいけど、と金寄って香車取って桂馬取って、あと3手。3手は持たんな。3手はこっちの玉持たんな。まあでもどう寄せるかってなったら、ああ、そうか、それが分かりやすいのか。なるほど、なるほど。なるほど。
あれでもこれ金打って正直分かってはないんですけど、どう来るか。これリアクションだけしといて、よく分かってはないんですけど。まあでも同流同玉から寄せに来られるか、同流同玉7八金が痛いか。同流同玉左右強撃の金で、いやー必死かー。いや強ー。いやー、あの馬作られる、作れた将棋をこんなに負ける、こんなに負けちゃう。これは受けがあるのか、てか詰めろではないのか。あ、金打って逃げて金で詰みか。金打ち、相手玉に詰めろがかからないよ。ドラえもん、何か詰めろをかける道具を貸してくれよ。これ詰みか、詰んでますね。そうですね。いやー強い強いよ、強いんですけど、これは銀で詰みですね。そうですね、同金しかないですけど腹金で。いやー何が良くなかったんやろ。でもまあなんか2三なんか2筋で戦いが起こったと思うんですけど、あのあたりの折衝でこっちがやらかしてるのは間違いないんですけど、どうすればよかったんかな具体的に。どうですかね、ちょっと皆さん予想ありますか。というか詰ましてくれない詰ましてくれないんですけど、ちょ詰ましてくれなかったらちょっと僕の最近の生活とかそういう謎の話になってしまうから早く詰ましてほしいちょっと僕の最近の生活について語る動画になってしまうから、ちょっと詰ましてください、お願いします。はい、ありがとうございますいやちょっとどこ悪かったか見てきます。いやというわけで感想戦なんですけど、なんか悲観しすぎてましたね。まあこの辺り馬できてよかったんですけど、まあなんかずっとある程度は良かったみたいですね。ただなんかすごい良かったわけではなくて、まあちょっと有利っていうのがずっと続いてた感じなんですけど、まあそのリードを守りきれなかったって感じですね。まあこの辺りは、まあこの銀打ちとかがどうかなっていう話をしてたんですけど、まあこの辺りはこっちが、なんていうか有利でずっと推移してて、まあまずまずさせてたのかなっていう感じですね。ただなんか、これ、この手順なかなか見えにくかったですね。なんか相手の方の。なんかこれ、飛車取って角出て飛車寄れば、なんか角の両取りというか、まあ飛車を助けられるんで、まあこれならいいかなって思っちゃったんですけど、これで意外に均衡を保ててるっていうのが意外でしたね。まあちょっとこっちがいいんですけど、まあ難しい勝負っていう感じで。で、じゃあどこで悪くなったのかっていう話なんですけど、一つは、ここですね。この角打ったところで、これ歩打って角詰まされちゃったんで、シンプルにこっちから打てって話ですね。いや、なんでこっち見えへんかったっていうか、なんでこっちを刺さなかったんだろうって話なんですけど、これなら歩突かれても角逃げれるんで、こっちの方が良かったですね。このあたりで、若干損してました。で、もう一つポイントがここで、これ馬逃げたんですけど、金張り付いた方が良かったらしいですね。でもな、これ、そう言われたらそうか。でも刺しにくい。でも刺さないといけないですね。これ馬取って同金の形がすごい悪い形なんで、刺しにくいんですけど、まあこうしておけば次銀張り付いたり、まあ金引いて寄せに行く手を見せることができるので、まあこれの方が良かったみたいですね。馬逃げちゃうとやっぱり相手玉安全になっちゃうんで香車打たれて。ちょっともったいなかったかなと。ただここが最後のチャンスで、歩を垂らして決定的にダメになってましたね。まあ、この局面自体ちょっと苦しいんですけど、まだチャンスはあって、これ金張り付いた方がやっぱ良かったみたいですね。対局中もちょっと言ってたんですけど、金打って香車を取る手を見せた方が良かったですね。なんか金を温存しといて、自陣にこう埋める手を見せて、攻めはと金でいった方がいいかなと思ったんですけど、ちょっとそんな甘いことは言ってられなかったですね。さすがにこのと金が間に合う時代は来なかったというか、なんで歩の代わりに、金を打って張り付いていった方が、まだ望みはあって、これならまあ500点ぐらいの差なんで、まあ全然実戦であれば、
ひっくり返ることもあるかなっていう感じの差で。まあ、これならって感じでしたね。いやー、そうか。そうかって。そうですね。最後はちょっと一気の寄せを食らって負けてしまったっていう感じで。いや、序盤から中盤リードできただけにって感じなんですけど、まあ、そうですね。まあ、ずっと難しい将棋だったんで、難しい。難しいと、まあ、しかちょっと喋ってない気がするんですけど、そうですね。まあ、ただ、ちょっとそのあたり、ギリギリのリードを奪えるように、ギリギリのリードを活かして、最後まで勝ち切れるように、ちょっと、詰め将棋だったり、次ね、一手だったり、まあ、実戦だったり、積み重ねていきたいなと思います。実戦で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています。まだ、右四間飛車の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。